さゆりさんは平気なんかい？和也さん家で誕生日会があると伝えたら早く行きなさいって。さすがさゆたそじゃ。そういうことならハッピーバースデー。二十歳の千鶴さんも綺麗じゃ。合服じゃ。ごめん。かわいいの。ありがとう。ルカちゃんやっほ。遅れてごめん。全然余裕。たく、なんで来たの千鶴さん。やっぱり和也くんのこと好きなの？あれほど来なくていいって言ったのに。でも私にはある。貯金、今までの好感度、いくら千鶴さんだって全てを覆すことなんて。ささ、千鶴さんここじゃ。ぜひ真ん中に座っとくれ。あ、いえ、席に着く前にお仏壇にご挨拶してもいいですか？な、その発想はなかった、うん、何それ、お仏壇？考えもしなかった。彼女ってそうするものなの？お仏壇わかるか。よかったな、じいさん、和也の彼女じゃ。お母さん、よかったな、おふくろ。ひっくり返る。私のこれまでの頑張りが無に。あの時はさすがにビビったよ。それはお主がだらしないからじゃ。この日本酒飲みやすい。おお、わかるか千鶴さん。